もう本当に疲れてるネバでしょけども、まあ全然余裕っす。大丈夫？ああ大丈夫大丈夫。みんな他のメンバー倒れちゃったんじゃないの？他のメンバーもベロ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 、どっちか遊んじゃって飲んでるネバで、遊んでる遊んでる。ちょっとほんまにすごいネバール君や。こんにちは、茨城に来てくれてありがとうございますネバよ。こんにちは、キルソのゆっかみです。せいやくんですネバ。どうもネバール君ネバよ。はじめまして。ネバね、すげえ本物だ。はい、茨城に来てくれて、そしてロッキンジャパンフェスに出てくれてありがとうございますネバね。ありがとう、うん、どんな気持ちですか今は。いやもう今日もレイクステージパンパンにお客さん来てくれて、はい、もうお酒飲みたいっす今も。そうだよね。他のメンバーはみんな今酔っ払ってますネバ。酔っ払って、ちょっともうあぐらかこうかな。はい、うん、いいよ、ゆっくりしてってネバ。いやなんか嬉しいな。出せたらね、納豆出してあげたいんだけど。めっちゃ来た。それ納豆粒どうぞ。すげえ、ありがとう。納豆でできてるから。え、臭くないよ。臭くないでしょ。すげえ可愛いけど、これ5個俺にくれんの。あげるあげる。マジか、どうしよう。他のメンバーはお酒飲んでるから。他のメンバーはお酒飲んでる。せいやくんにだけあげるね。俺1人クラスで5個ネバールくんあったら心配されないかな。大丈夫かな。納豆は好きネバか。納豆めっちゃ好き。うれしい。うでけえ。マジかよ。すげえ。本物や。やちょっと待って、芸能人になってるみたい。芸能人じゃない。納豆納豆納豆、俺納豆めっちゃ好き。嬉しい。何が納豆ネバよ。どんな納豆の食べ方するネバ。俺めっちゃ混ぜる。混ぜるんだ。なんか1万回混ぜたら美味しいって聞いたけど、1万回混ぜたら大変やから150回は混ぜたい。150回も混ぜてくれてるの。そう、 あと、ありがとうございます。ありがとう。すげえうまい。すごい、混ぜた方がうまみもあるし体にいいって言われてもいるねばよ。お、そういう知識もちゃんと備えてるわけやね、はい、やっぱり納豆食べて喉も潤って健康で粘り腰のある歌ってくださいね。お、ありがとう。そうやね、歌うわ。乗り越えれた。独特やな。じゃあ、うん、ネバネバ TV 見てくれてるファンに一言お願いします。ネバネバネバ TV をご覧の皆さん、どうもキュウソネカミの山崎せやでーす。イエーイ。キュウソネカミ知らない人は一回動画とかで見てください。あの勢いで俺は納豆を混ぜてめっちゃ食ってます。いつもありがとう。みんなみろみろ。ぐにゃ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 。キュウソネコカミはね、あの世の中に噛みついていきたいという思いを表してキュウソネコカミになってます。そうだぞ、噛みついていくぞ。イエス。間違ったらガブーだぞ。ガブー本当にもう。じゃあネバネバ TV 見てる子供たちにも一言くださいネバ。ネバネバ TV をご覧の子供たち、キュウソネコカミの山崎せいだよ。キュウソネコカミのライブを見ると山崎せいやは人の上に立ってるけど、良い子のみんな真似しちゃダメだよ。ダメだよ。せいやくんだけだからね。イエス。だけど納豆食べてネバネバしていつまでものびのび育ってネバ。そうね、粘りのある人間になってください。そうだそうだ、終わったんだよ今。あ、そうだ、あの彼女すごい。ちょっと毛色違いすぎる。ひばりちゃんって言って、ひばりちゃんもみんなのね青い時に似顔絵描いてきてくれた。あ、ほんとに。お、うめえ。え、うまい。めっちゃうまい。え、これ僕めっちゃイケメンに描いてくれてる。あ、かっこいい、かっこいい。いや、ちょっとタクロイケメンすぎてちょっとびっくりしてる。ちょっとタクロ好きなやろな。今いるのはせいやくんだ。いや、俺これそうだ、ちゃんとね、こう手の層まで描いてくれてるからね。本当だ、完璧だわ。完璧完璧。